今回は、場合の数の3回目ですね。で、前回にやったこの、問題ですね、まあ、こういう計算で答えが出せ、何通りあるか出せたんですけども、どうしてこうなるかということを考えます。で、4桁の数を作るわけで、1000の位ですね。で、数字を入れる場所を作っておきます。で、100の位ですね。それから10の位、1の位ですね。4箇所場所を作っておいて、まずこの1000の位に、1234のどれかを入れる。その入れ方は何通りあるかっていうと、4通りあるわけですね。で、1000の位が例えば1を入れたとします。と、残り234をこの中へ入れる入れ方は、234の中から1枚を、1つを選んで入れるわけですから、これは3通りになるわけですね。例えば2を選んで入れたとしました。で、残り3と4が残ってますけども、この10の位に残っている3と4の中から、要するに2種類の中から1つを選んで入れる入れ方は、ここは2通りになるんですね。そして、例えば3を選んだとします。で、残り4だけですね。残り1種類の中から1つを選んでここに入れる入れ方は一通りということになりますね。そうすると、続けてこの4箇所に入れる入れ方は全部で何通りかというと、前にやった積の法則から 4×3×2×1 イコール24通りと、という答えがこうやって出てくるわけですね。で、このように、4から順番に、1までかけたこの形をですね、4の階乗といいまして、4のエクスクラメーションマークですね、こういう書き方で表すことにします。それでは今回は問いの4としてですね、今度はここが、1,2,3,4,5 ですね。この5つの数字を使って5桁の数を作りたい。この問題を考えてみましょう。で、今言ったように、これは5の階乗でこの答えは与えられますね。つまり 5×4×3×2×1 ですね。で、これがいくつになるかっていうと、試算12ですね。で、5と2をかけて10ですから、 12×10 でこれは120通りということになりますね。120個あるということになります。で、こういう計算でこの場合の数を出せるということです。